はい、こんにちは、こんばんは、たかです。すごく大きくね、相場が動いてますんで見ていきたいんですけども、今回はその前にこのニュースから見ていきたいと思っています。この画面は中国の国家統計局の画面になります。中国がね、29日に PMI を発表しています。日経などでもね、ニュースになっていたので見てる方もいるかとは思うんですけども、今回の結果がこのホームページにアップされています。それがこれになりますね。これが、製造業の PMI になります。これね、見てもらったらわかると思うんですけども、すごい数字が出ています。コロナウイルスの、影響を受ける指標だったので、まあ注目もされていたみたいなんですけども、予想されている数字も45あたりだったんですよね。ある程度悪化するだろうというのは予想されていました。ただしこれ蓋を開けてみると 35.7 と。でね、中国では大きな企業の2割から3割あたりは、現在稼働が停止しているという情報もあるんですけども、これに関しては3月に向けてある程度回復していくそうです。9割方は回復してくるだろうという見方みたいなんですけども、なので、当局の言うことが正しければ、このグラフというのは徐々に戻っていくかなというのは予想はできるんですけども、ここで一つ気になるのが、3月の18日にアメリカで FOMC があるんですね。中国経済は、当局の言う通り戻っていったとしてもですね、少なくとも2020年の上半期に関しては、中国の経済の停滞が予想されるわけです。前回の FOMC が1月の末にあったんですけども、その時も利下げの思惑はあったんですけどもね、結果的には据え置きでした。今回は、25ベーシスポイントの利下げというのはもうほぼ間違いなく行われることになると思います。ただしこの結果というのは、それだけでは終わらないような、結果を予想させるような数字になっています。つまり利下げは25にとどまらず50ベーシスポイント下げてくるのではないかという思惑、そしてそれはいつになるのかという思惑ですね。 FOMC は3月の18日の後には4月の末にも行われます。そしてその後7月になるんですよね。結構ここ期間が空くんですよ。つまり4月までに答えを出すか出さないかっていうのが相当注目されるポイントになってくると思います。つまり可能性があるのは3月に25ベーシスポイントの下げ、そして4月にさらに25ベーシスポイントの下げ、もしくはもう3月に50ベーシスポイントを下げるといった予想もおそらく出てくるかとは思います。で、市場にとって特に、為替市場ですね、為替市場にとって、何が大変かというと、こういう思惑が出てることが大変なんですね。これも確定してしまったらそれはそれで、相場の方は織り込んでいきますんで、ある程度安定してくると思うんですけども、いつ下げるかわからない、どれだけ下げるかわからない、そういった思惑が生まれてくる相場というのはすごく荒れるんですね。ましてや為替市場というのは金利にはすごく敏感なんです。こういったすごく敏感な金利のニュースが思惑で動いてると、そういった相場というのはすごく荒れるんですよね。まあおそらく、大方の予想は3月に25ベーシスポイント、4月にもう25ベーシスポイント利下げを行っていくという形になってくるとは思います。なってくるとは思いますけども、これはやっぱりその時その時の市場を見ていかないとわからないんですよね。で、相場が荒れるというのは相場が戻っていく、つまり今回だと大きな下落が起こってますよね。下落が戻っていく、リバウンドしていくような相場というのは荒れる相場とは言わないんですよ。荒れる相場というのは思っていたよりもさらにそちらの方に行くんですね。今なら下落の方向に大きく値が動いてますんで、さらにそこから下落に向かっていく、そういった恐怖というんですかね、そういったものが引き続き考えられるということはやっぱり頭に入れておかないといけないかなと思います。まあ、僕みたいなねデイトレードをする人にとってはその日その日をねしのいでいけばいいだけですんで問題ないんですけども、もしねポジションが捕まってしまってる人、今回で言えばロングが捕まってるような人たち、株にしろ、為替にしろですね、そういった人たちは、どこまで持つのか、どういった動きをすれば、手放すのか、そういったのはちゃんと考えておかないとね、最後の最後強制ロスカットまで付き合うんだというのも、まあ、一つの考え方ですけども、相場というのは何が起こるか分かりませんのでね、その辺しっかり準備をしていただきたいなと思います。というわけで普段より前置きが長くなってしまいましたけども、ここからは、チャートの方を見ていきたいと思います。まずこちらがドル円の4時間足に週足を重ねたチャートになります。先週まではね、僕ずっと動画でも言ってたと思うんですけども、ここの上昇波に対する押し目をどこかで狙っていくような相場だと、もしくはこちらからですね、この上昇波に対する押し目を狙っていくような相場だという認識でした。目線が変わるのは、この持ち合いを下に抜けてからだと、もし売るのであればここを抜けてから、売っていこうという考えでいたんですけども、金曜日ついにここを大きく割ってきました。
僕もねずっと本当苦しかったんですよね。チャートは完全におしめ買いの形、片や市況はもう完全にリスクオフですよね。株が大きく崩れてる中でリスクオフとなると円が買われやすいような相場になります。つまり円買いが進むと。ただし僕はまだチャートを見る限りはおしめ買いだと、そういったギャップがあったので、難しい相場が1週間続いてたんですけども、金曜日ここを終わってくれたことで、僕の中でもようやくすっきり、売ることができる相場となりました。あとはね、もうどこで売るかというだけの話なんですけども、それはね、また小さな足で説明するとして、この足に関しては、一つ注目ポイントがあって、前回のこの持ち合いの安値ですね。ここでサポートされる可能性っていうのはもちろん考えないといけないですね。安値は完全に抜けてますけども、週足ではこれサポートされてると考えても良さそうな形ですよね。ただし、冒頭に言ったように中国の PMI の問題があるんですよね。さらにね、下に突っ込んでいくような相場というのは想定しないといけないです。そうなってくると週足でも完全に下に抜いてきますので、ここのサポートが本当に機能するかどうかというのは、結果を見てみないとわからないわけですけども、可能性としては、ここは前回の持ち合いの安値部分に当たるというのを、忘れないようにしておきたいところだと思います。あと一つ思う部分は、この赤いラインですね。これ100本の移動平均線になるんですけども、僕はこの赤いラインを何に使っているかというと、時間の待ち合わせに使っています。時間の待ち合わせというのは、つまりこのラインに当たったからどうとか、そういった考えではなくて、この移動平均線が今のレートに近づいてくるまでは、もし乖離している場合は時間が必要であると。つまりこの移動平均線が、この角度でこうおそらく降りてきますよね。これ降りてくるまではこの辺で持ち合いを作って、そこからまた相場が動き出すと。チャートっていうのはね、一方的な方向にずっと動くことはないんですね。こういった、上下を繰り返すこともあれば、上がった後に同じところで停滞して上がることもあるんですね。一本でグーンと伸びる相場っていうのはそうそうからない。こういったこの持ち合い部分ですね、これが時間の調整というふうに僕は考えてるんですけども、そういった調整っていうのはもちろん起こり得る可能性はあると。でこの時間の調整っていうのは横軸なんですよね。プライスレートは縦軸になるんですけども、時間は横になります。この時間を測るのにこの100本の移動平均線を僕はよく使っているという形になります。なのでこのラインに当たったとか抜いたとか、そういうふうなことは全然何も考えてないんですけども、このラインが近づいてくるような頃合いですね。ここは先ほども言いましたけども、前回の持ち合いの安値のラインになってきますよね。こういったところでもし抵抗が起こるのであれば、いずれ下げるような値動きだったとしても、こういう移動平均線が近づいてくるまでは、時間調整があってもおかしくないよと。そういったことも考慮に入れていかないといけないかなとは思っています。はい、こちら1時間足に日足を重ねています。これよく見るとね、すごく綺麗に抜けてるんですよね。前回ここの持ち合いがありますけども、ここの持ち合いの押し安値、ここの直前ですね、この上で持ち合いを作ってるんです。そして綺麗に抜けてるということで、これだけを見ればね、ショートすごく分かりやすくできるかなとも思うんですけども、これ抜けたポイントがね、ちょうどこの日付が変わったあたりですよね。朝方だったんですよね。これ9時とか10時とか、そういった時間帯にね、こういう動きがしてくれれば、おそらくショート綺麗に取れたかと思うんですけども、この朝方抜けたというのがすごく、悩ましかったです。僕はね、この抜けてる瞬間っていうのはね、ちょうど普段の毎日の動画をアップロードしてる時に、見てたんですけども、これね、抜けた時間が朝の7時とか、そういった時間だったので、この動きがねどうなるのかというのもわからないですよね。閑散とした時間でしたので、そこはちょっと様子見という形で見ていたら、どんどん下に掘っていったという形で、最初のこの抜けに関しては乗ることはできませんでした。もうその後はね、もうあれよあれよという間にこうどんどん下に掘っていったので、もうこうなってくると、次はプルバックを待とうと、戻りを待とうという形になるんですけども、これ見てもらったらまた分かるんですけど、ほとんど戻りもないんですよね。途中からもうこれはきついなということで、短期足で、ショートの方を狙っていった形になるんですけども、そうなってくると、リスクを抱えることになりますんで、ポジションサイズがちっちゃかったりとか、大きく狙うことができなかったりとか、そういった形でね、下を抜けたらショートだという目線では見てたんですけども、実際下に抜けて大きな大陰線ができてるんですけども、相場とはなかなか噛み合わなかったという形になってしまいました。このサイズのチャートで見ても4時間足と考えることはほぼ一緒ですね。押し安値を割ってきてますんで、目線は完全に下です。ただしここの持ち合い部分の安値圏ですね、ここではサポートされてるというふうに見えなくもないですね。つまりこの辺は一旦の買い戻しが入りやすい場所になり得るということで、時間を示すこの赤い移動平均線ともまだ乖離がありますということで、いずれ下に抜けてると考えたとしても、月曜日に抜けるのか、火曜日に抜けるのか、水曜日に抜けるのか、そういったのはちょっとまだわからないということになりますね。
はい、こちら15本足に4時間足を重ねています。普段ね、僕15本足結構よく見るんですけども、金曜日に関してはもうほとんど見てなかったですね。っていうのもこの緑の横の線っていうのはこれ10ピプス幅なんですね。普段この10ピプスってこんなに詰まることないんですよね。普段だとこれもっと、ま、これぐらいの幅になるんですね。まあ、それで相場を見ることもできるんですけども、この値幅で相場見ててももう何のことだか全然わからないですよね。まあ、それだけボラが大きかったということなんですけども、ということでもうこういった相場というのは15分じゃもう値動き全然追い切れないということで、5分足や1分足を使ってね、相場の方は見ていたので、そちらの方で解説をしていこうかなと思っています。はい、こちら5分足に1時間足を重ねています。この赤枠とか緑のラインっていうのはね、普段ね解説するときにはもう全部消しちゃうんですけども、これね、トレード中に引いた線なんで、まあ参考になるかなと思って、今回はこのまま残しています。最初の注目ポイントはもうこの朝方のここの部分ですよね。ここを抜けた後にプルバックあるんですけども、ここを抜けてきてます。ここが最初のショートポイントになってくると思います。僕もここはねショートを完全に狙おうとしてたんですけども、値動きが結構激しかったんですよね。普段だったらここの、持ち合いの上ですね、ここでロスカットを置くんですけども、この値動きの中でここロスカットを置いても刈られてしまうんじゃないかっていう考えがあったんですよね。というわけでもう一個上のここに僕はロスカットを置きたかったんです。でここで置くにはロスカットの値幅が20ポイント以上あるんですよね。そうなるとなかなかショートを積極的に打つことができないということで、プルバックを待って売ろうと考えていました。そうするとね、このロスカットまでの値幅が詰まりますので、ロットも乗せやすくてエントリーもしやすいかなと考えていたんですけども、このプルバックがなかったというのが最初の誤算でしたかね。ここから下にね、ぐんと加速して、そこからはなかなか戻ってこなかったということで、午前中のこの値動きっていうのはもう一切僕は取ることができませんでした。はい、これ1分足に1時間足を重ねてるんですけども、この1分足を追っかけてたっていうのはボラがかなり大きかったんで、細かい値動きでもね、それなりの値幅は取れるかなという考えで1分足をね、かなり詰めてこういった形で見ていました。でこの赤枠ラインっていうのは1時間足の実体ですね。実体が収まるようにこうやって引いてたんです。これがね3本4本と重なってくれば高値と安値がある程度見えてくるかなと考えていたんですけども、これもね引いたんですけども、これ4本目に下にコンと抜けてるんですよね。これもね下抜けるの早いですよね。もう少し持ち合い欲しかったんですけども、あっさり下に抜けてるんで、ここももう完全にスルーですよね。でようやく、僕の希望通りの動きしてくれたのがここでしたね。1時間足で5本目に下抜けてるんですけども、4本なんとかねここを持ち合ってくれたんですね。というわけで当然ね流れは下ですんで、ショートを狙っていくようなもんね、プルバックは当然考えないといけないんですけども、こういったプルバックがありますよね。まあ上値はしっかり試してると、そういった中で、1時間足を見てもらったら分かると思うんですけど、最初ね、高値がここだったんですけども、ここ1回大きく上に抜けたんです。1時間足上に抜けるかなと思ったんですけども、1時間足がクローズ、閉じるときは完全にもう一回ここに戻ってるんですよね。僕結構こういった動き大好きで、もうこうなってくると下の流れが出てくるんじゃないかなと考えて打ってしまいます。今回のこのトレードでは、下に行った後のこのプルバックですね。この下っていうのはこの持ち合いの安値を一旦試してのプルバックという形で見れますんで、ここのダブルトップ、これですね。これも1分足なんでね、かなり細かい動きだったんですけども、このダブルトップを見てショートの売りました。目標はこの直近安値割れですね。こういう波があると思っていたので、当然この波の安値を割っていくと考えてホールドですね。ただこれも考え方自体は僕も悪くなかったと思うんですけどもね、しっかり安値割ってくれたんですけど、これまたプルバックが結構激しかったんですよね。この持ち合いを上に抜けてきた、ここで一旦利食いを入れてます。というわけでリスクを取ってる割にね、大した値幅があまり取れてないんですよね。もうこの辺もね自分の中で噛み合わないなというのはずっと感じてたんですけども、あとはねこの抜けた後のこのプルバックという形で狙おうかと思って、もう一度ここショートですね。ここでショートの形になるのを待ってたら、ここで持ち合いができてますね。ここの持ち合いのこの、貯金安値のここですね。ここをネックに下に割ったところ、ここで持ち上げてきてますんで、ここでショートですね。ロスカットはここになります。この値幅だとね、しっかりロスカットを入れることができますんで、追っかけることができたと、というわけでここのショートでも下に抜けてくれたんですけども、これはね、一度トレンド出てしまえば1本足でも5本足でも15本足でも変わらないですね。このトレンドを示すこの青い線ですね、ここを上回ってくれば、まあ、リグイを入れようと見てたんですけども、上回ったポイントが、ここになります。ということでここでリグイということで、ここはかなり値幅を取ることができました。結局金曜日で大きく取れたのはこのトレードだけでしたね。
で、この後の動きはもうプルバックが結構激しかったんですよね。この下落もね、かなりのスピードの下落だったんですよね。というわけで、この下落に対してのこのプルバックが入ったということで、一旦はここで、収まるんじゃないかという考えがもちろんありました。つまり金曜日はもうここが安値になるんじゃないかと。そうなってくると、ここの持ち合いでごちゃごちゃして終わるかなということで、僕の中でもかなり消極的な形で相場の方を見ていたので、一切エントリーチャンスがなかったですね。あとはこういったところ、安値を割ってきた動きっていうのももちろん見てはいましたけども、まあこの辺ももう時間が時間ということで、追っかけるような形は取れなかったですね。最後は買い戻しで終わるんじゃないかなと思っていたんですけども、最後の最後まで買い戻しなかったんで、まあ安値引けかなと見てたら、最後の本当数分ですよね。で、急激に戻して引けと。ということでね、まあなかなか自分の思い通りには動いてくれない形にはなっていますね。で、こういった荒れた相場っていうのはトレードの仕方が結構様々ですよね。普段ね、5分足とか15分足基準で相場を見てる僕にとっては、こういうね、1分足で追っかけていかないとついていけない相場っていうのは結構苦手なんですね。今回はね、たまたまここの下落で、このワントレードだけですね、これで利益を取ることができましたけども、決して相場に噛み合ったトレードをできてたとは思わないですね。で、こういう大きなボラの相場で危険なタイプ2パターンあると思ってるんですよね。一つが、含み損で、損切りができない人ですね。もう一つが、すぐに損切りしてしまう人ですね。僕はすぐに損切りしてしまうタイプなんですね。いわゆる損切り貧乏が癖になってるようなタイプなんですけども、ちょっとでもね、含み損が出てしまうと、もうすぐに、ぶん投げたくなってしまうんですね。で、こういったハイボラっていうのはね、一瞬はそういう含み損になったりもするんですよね。で、そういったのを見るためにパン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 切っていくと、もう損切りばっかりが続いてしまって、全然トレードにならないんですよね。僕も昔はそういうタイプでもうすごく苦労したんですけども、今は対処法としてポジションサイズをなるべく落として、損切り幅に余裕を持たして、なるべく大きな波で見るようにすることで、大きなボラに対処するという形をとっています。でね、僕と同じように損切り貧乏のタイプの人はね、こういった形でやればいいかなってアドバイスはできるんですけども、一方ね、損切りができないタイプの人ですよね。こういった相場はボラが大きいので、一瞬で、大きな含み損を抱えてしまう。でも我慢してるとやっぱりボラが大きいので、値が戻ってきて逃げることができた、そういったことの繰り返しが一方的に相場が動いた時に、ポジションが捕まってしまうということもよく聞く話です。例えばね、スキャルピングなんかでも、コツコツ取ってドカンとやられるというのはよく聞きますけども、コツコツとドカンっていうのは基本的にはセットなんですね。なので、スキャルピングで利益を取るのであれば、コツコツ取ってドカンとやられても利益が残るようにコツコツ取らないといけないんです。決してね、ドカンをなくそうと思ってもやっぱりなくせるもんじゃないんですよね。ですから、ドカンで一撃で全部をなくすわけにはいかないんです。ドカンの食らい方っていうのをやっぱり勉強していかないといけないんですよね。僕はそのドカンを食らうのが嫌だったので、勝率は悪いですけども、大きく取ってコツコツ切っていくというタイプになっています。もうそういったのはね、人の性格によるんだと思うんですよね。多分コツコツ取ってる人っていうのは勝率で言ったら8割9割ある人も中にはいるかもしれません。僕なんて勝率で言ったらね、もう5割とか6割とかそんなもんなんですよね。ただし損切りに関してはもう躊躇なく切りますんで、ドカンと食らうことは基本的にはないです。その代わり勝率6割っていうのはね、結構連敗するんですよね。ひどい時になると3連敗4連敗5連敗6連敗7連敗10何連敗したことも過去にあります。なので、僕みたいなタイプが大きくやられる時っていうのは連敗が続く時なんですよね。で、そういう、自分のウィークポイントっていうのはやっぱりちゃんと考えとかないといけないです。どういった相場になった時に、どういった動きした時に、どういったやられ方をするのかっていうのを考えて、相場に取り組まないと、損失を抱えてからね、あれこれ考えてしまっても、それはもうお金なくなってしまってからでは遅いので、今回ね、大きな相場の中で、大きな損失を抱えてしまった人でね、初めてこういった相場に出くわしたと、そういった人はね、今回の経験をもとにね、次に生かすことはできると思います。過去にね、同じ失敗を2度3度やってる人は、もう一度自分のトレード法を考えて、大きなやられをするときはどういうときなのか、そういったときはどういう対処をしていかないといけないのか、しっかり考えるべき、といった日になったかなと思いますね。はい、というわけでね、ドル円に関しては、中国の PMI の、ニュースもありましたんで、まだ下に突っ込んでいくかなという気もしないでもないです。ただこのチャートを見る限りはね、この持ち合いの下限に位置している、もしくはここに108円の切り板もありますよね。週足ではサポートされているようにも見えますので、この辺のプライスアクションはしっかり見ていかないといけないかなと思っています。この赤い移動平均線との乖離もありますので、時間の待ち合わせをするような相場もあるかもしれません。一旦この持ち合いの上限へのリバウンドもあるかもわからない。基本的な下の流れとして抜けてからのプルバックもあるかもわからないです。まあいろんなパターンが考えられてね、解説になってないわと怒られそうな感じはありますけども、実際そういったパターンが本当にあるんでね、やっぱ頭に入れとかないといけないかなと思いますね。ただ目線自体は下でいいと思います。
あとね、個人的なことで申し訳ないんですけどもね、ちょっと土曜日曜と、用事が立て込んでまして、動画を撮る時間がねなかなかちょっと撮れてないんですよね。加えて大相場ということで話すことも多かったので、編集時間も長くなってしまって、今回ね、ドル円を取っただけで一旦切らしていただこうかなと思っています。ちょっとね時間見つけることができれば他の通貨もね話していこうかなと思ってるんですけども、一応はこのドル円とあと PMI の話ですね、これで一つの動画として、置いておこうと思います。他の通貨を目的にね動画の方を来てくださった方にちょっと申し訳ないんですけどもね、ユーロドルの異常な強さですね、そういったのも話したかったんですけども、あとポンドの下落ですね、それとオーストラリアドル5ドルですね、これがもう本当にものすごい動きしてます。あとは金の先物ですね、このリスクオフの相場で金も大きく値を下げてるんですね。こういったところもねちょっと話したかったんですけども、なんとかね土日時間を見つけて動画をね撮ることができれば、出そうかと思ってるんですけども、出せなかったら本当にごめんなさい。それじゃあね、今週も頑張っていきましょう。